園地文子10月2日から1986年11月14日は日本の小説家。本名は園地文。上田和俊次女情。戯曲から小説に転じひもじい月日で文壇に地位を確立。江戸末期の大敗的な短微文芸の影響を受け、抑圧された女の子や執念を描いて、古典的妖艶美に到達。 戦後の女流分団の第一人者として高く評価された。源氏物語の翻訳でも知られる。芸術院会員。文化功労者、文化勲章受章。1905年10月2日、東京府東京市浅草く,く向き柳原二の三に、父上高津俊、母、鶴子の次女として生まれる。本名文。家族は他に、父方の祖母稲、兄ことぶき、姉千代がおり。 さらに女中、書生、兄の乳母、抱え車夫の夫婦などがいた。七万年は東京帝国大学文科大学国語学教授で、後に現代国語学の基礎の確立者と称される人物である。父母ともに歌舞伎や浄瑠璃を好み、幼少期から影響を受けて育った。それらは江戸時代の大廃芸術の流れを組んだもので、そこに育てられてきた者には、 生の盗作も含まれていたと思われると後に、園地は改装している。1907年2歳の時に、麹町区富士見町32、天居、祖母稲から、南宋里見八県伝や、鎮接弓張月、偽紫田舎源氏、浄瑠璃、歌舞伎のセリフなどを繰り返し聞かされて育ち、また、江戸下町に伝わる階段や金星後期の手術の草、 創始類の魅力に引き入れられたことが、後の文学的素地を培った。6歳の時には、下役谷中清水町17に移った。1912年4月、東京高等支配学校付属小学校2部に入学、当時は珍しかった、男女共学のクラスだった。もっとも学校が遠い上に、体が弱く、3分の2ほどしか登校しなかったという。5、6年生の頃には、 源氏物語などの古典や谷崎純一郎の小説を読み始め、歌舞伎にも親しんだ。1918年4月、日本女子大学附属高等女学校に入学、変わらず歌舞伎や小説にふけり、谷崎の他泉教科や芥川龍之介、ワイルド、ポーなど、物語性の強い作家、特に長い花風に熱中した。しかし、興風になじめず、 4年次修了と同時に退学。好きなものを自由に学びたいという希望から、以後は、英語、第一高等学校教授、小倉春治、大和介を、イギリス人宣教師ミスボサンケットに、フランス語一高教授、杉田義雄に、漢文語学習院教授、岡田正幸に、それぞれ個人教授を受けて、結婚前まで勉強し続けた。1 9 2四年五月、 慶応義塾ホールで、幼い香薫の講演を聞いて、感銘を受け、義曲を志すようになる。1926年9月、21歳の時に、演劇雑誌、歌舞伎の人幕物時代喜劇脚本検証募集に、ふるさとが、幼いと岡本軌道の線で当選。1927年2月、幼いの演劇講座の長講生となり、同任し、劇と評論に、 いくつか議曲を書いた。1928年7月、長谷川しぐれ主催の、女人芸術発刊披露の会に出席、林文子、平林太子、片岡鉄平らを知った。この年は、プロレタリア文学運動の前世紀であり、園地も、その影響から一時最翼思想に接近、実践には加わらなかったが、片岡とは親しく交際した。10月、 女人芸術に一幕撃、晩春騒ぎよりを発表し、徳田修正の賞賛を得る。幼いにも認められ、早速12月築地小劇場で初演されて、好評を博すも、その最終日の25日に、幼いは、上田家が、日本橋海楽園に招いた宿園の席上で、強心症のため急性。園地は衝撃を受ける。後に、この時期の生活は、三分恋愛。 主を奪うものなどの自伝的作品に何度も描かれた。その後も、女人芸術のほか、新潮、文芸春秋、火の鳥などに理曲を書いた。1930年3月27日、東京日日新聞の記者、園地吉松と結婚。鎌倉材木座、小石川区表町109を経て、中野区英語タ4の1559に今日構えた。 この間の九百三十二年九月十二日長女祖子を出産する。九百三十五年四月、寺田虎彦の紹介で、諸女人曲集、石春が岩波書店より刊行され、小宮と与鷹からは、好意的な評価を得た。同月片岡鉄平、荒木隆の紹介で、日後読み同人となり、高見淳や大谷藤子、渋川勇、新田淳、やたつ子、 タミヤ・トラヒコらを知った。以後小説への意欲が強まり、翌年1月には、初めての小説となる短編、社会記事を同志に発表。日後読み同人が、武田林太郎編集の人民文庫に合流すると、同志の同人となり、以来、日後読み、人民文庫のほか夫人の友や文学会中央公論、文学者などに、小説、評論を書き続けた。 もっとも、この間小説家としての道は決して平坦なものではなく、不遇時代が長く続いた。1937年、シナ事変が勃発。夫吉松は新聞社を定年前に退職し、同年10月26日には、7万年が直腸癌により死去。翌年4月自身も結核性乳腺炎のために、東大病院に入院、手術を受けた。 この時期、園地は、多くの売れない、女流作家と同様に、少女小説や古典随筆を書いて、ここをしのいだ。1941年1月3日、海軍文芸問題の一員として、長谷川しぐれ、尾崎和夫ら十数名と甲州方面から、海南島を回って2月11日まで1ヶ月余り、旅行する。1943年10月、 日本文学法国会の一員として、朝鮮総督府に招兵され、深田久弥らと北朝鮮に旅行した。1945年5月25日、中野の家が空襲に遭い、火災蔵書の一切を消失。7月軽井沢の別荘に疎開し、同地で終戦を迎えた。冬を過ごした後の1946年4月、上京して、 母が隠居する谷中清水町17番地に戻る。戦後の休白生活を乗り越え、分断に復帰しようとするも、11月子宮がんにより、東大病院に入院、手術を受けた。手術は成功したものの、幹部が可能し、さらに肺炎を、併発、数度生死の境をさまよい、以来療養は長く続いた。ところで、戦後の出版ブームによって、 この頃園地にも戦前の著作の再販がたびたび持ちかけられていた。園地はそれらをすべて断っていたが、例外的に戦時中に刊行した少女小説朝の花々の再販だけは了承した。それを契機に経済的理由から当時流星だった少女小説の書き下ろしを依頼され、以後数年間のうちに10冊以上書いた。だがそのために健康回復後も、 少女小説家のレッテルが貼られることとなり、また、旧知の編集者は出版界にほとんどいなくなっていて、作品を持ち込んでも文芸誌に掲載してもらえない、苦しい時期が続いた。それでも、園地は小説を書き続け、1951年、川森義蔵の尽力により、小説新潮に光明皇后の絵が掲載されると、以後は年に数度同士を中心に注文を受けるようになった。 名作、女坂の冒頭部分が書かれたのはちょうどこの時期である。だが、未だ文芸誌や総合雑誌に執筆する機会には恵まれず、その中で中央公論の編集者、笹原金次郎や古山小馬浦と知り合いになった。そして1953年12月、笹原の勧めで中央公論にひもじいつき日を発表、日本読書新聞で、 平野健の賞賛を受け、さらに翌年3月には、第6回女流文学者賞に当選。同年12月中央公論者より、短編集、ひもじいつきひが刊行され、翌月の読売新聞文芸辞表で、正宗白鳥がこれを高く評価したことが、園地の分断復帰を決定づけた。ついで、私、小説的作品、主を奪う者も好評を博した。その後も、 王政に執筆。源氏物語、伊勢物語、さらしな日記、上田秋成物、あるいは能面などを素材に、古典への深い造形に裏付けられた、演塾の筆致で、女の子や執念、老衆、人生のあやかし性や神秘性を描いて高い評価を獲得。女坂、あやかしや、二世の演習位などを収めた、短編集、あやかし、女面、花散る里。 傷ある翼、小町変装、生小物語などの代表作を生み、文明を高めていった。とりわけ、傑作との評価が高い短編、あやかしは、園地の分断的地位を不動のものとした作品である。また、女坂は、園地が1940年頃から構想し、1949年から8年かけて完成させた連作長編である。 母方の祖母村上ごとの半生をモデルに、封建制の可抑圧された女の自我と愛を描いたもので、掲載中は発表誌の小説新潮が中間小説誌だったために、辞表からはほとんど無視され、新潮社からは単行本の刊行を断られた。だが、角川書店から角川小説新書の一冊として刊行されると、圧倒的な世評を得て、ベストセラーとなり、 また、11月の第5回、野間文芸賞にあたっては、石川厚志、詩音物語、野上あ子、迷路、三島幸男、金閣寺、平林太子、砂漠の花、谷崎純一郎、鍵、吉川英治、新、平家物語といった有力候補を抑えて当選、さらに、読売新聞年末恒例のベスト3では3票を獲得するなど、 これによって、園地は、分断内外から注目を集めることになった。さらに、女坂は、ザ・ウェービング・イヤー,ーズの題で英訳されて、話題を呼び、その後、女面と共に、多くの大学の日本文学課程で学ばれる作品となった。他方で、秋の目覚め、私も燃えている、愛情の系譜などの新聞小説や、男の銘柄などの週刊誌小説も手掛け人気を、 白した。戦後は、戯曲を書くことはなくなっていたが、1955年6月、武州公費和の脚色を手掛けたのを機に、他人の作品の脚色に手を染めるようになった。特に、菊子老劇団との仕事が多かった。1956年4月3日、母鶴子が老水の、試し九1957年1月15日、アジア文化財団の招きで、 平林らと共に7月24日までヨーロッパ各地を旅行した。1964年には6月9日から7月20日までオスロで開催されるペンクラブ大会に出席するために平林らと共に再びヨーロッパ各地を旅行した。その後も1977年9月4日から22日までヨーロッパを旅行している。1970年、 ハワイ大学書き講座で女流文学の講演をするために7月10日から9月18日までハワイに滞在した。1958年、平林の公認として女流文学社会の会長に就任、以後約18年間会長を務めた。なお、平林と園地は1935年頃からの親友であり、1958年には一緒にアメリカに行っている。 1967年夏、幼少の頃より親しんだ、源氏物語の現代公約に着手、文京区、関口の目白台アパートに仕事場を定めた。5年半の歳月をかけた役業は1972年に完成。同年9月から翌年6月にかけて新庁舎より、園地文子役源氏物語全10巻が刊行された。その後も、源氏物語試験、 江戸文学問わず語りなど、現氏物語や古典をテーマとしたエッセイを発表する。なお、1972年11月26日、夫吉松が77歳で死去。60代、70代に入っても衰えず、小説を書き続け、1969年、主を奪う者、傷ある翼、虹と修羅の三部作を完成させて、谷崎純一郎賞を、 1972年には、ゆうたましい三部作で第4回日本文学大賞を受賞。1979年4月に刊行された、問題作、食卓のない家は、連合赤軍事件を背景に、家族の崩壊を描いたもので、1985年、映画化された。1984年6月、最後の長編となった、菊次道を、新庁舎より刊行。 1970年、日本芸術委員会員に選出。1977年9月から翌年12月に、かけては、園地文子全集全16巻が新庁舎より、刊行された。園地は、1960年代前後各社競って、刊行して、全盛を迎えた、いわゆる日本文学全集において、そのほとんどに収録される存在であった。また、 1> 第1回から就任した谷崎純一郎賞、女流文学賞をはじめいくつもの文学賞の選考委員を務め、現代の代表的作家6人が責任と情熱を持って選んだことを売りにした現代の文学全43巻では編集委員も務めた。1979年10月、第29回文化功労者に選出。 1985年10月には女流作家としては野上彩子以来二人目となる文化勲章を受賞名実ともに女流文学の第一人者となった。幼少から体の弱かった園地は晩年まで病気に悩まされた。1976年9月、心臓の不調により入院。年末には女流文学者会会長を辞任した。 1969年1月、園地は右目網膜剥離のため入院し、手術を受けていたが、1985年4月、今度は左目白内障のために入院し、手術を受けた。6月20日には脳梗塞のため、右手足不自由となり再び入院。翌年3月25日9ヶ月ぶりに退院し、自宅療養に入るも、5月姉、ね、千代の死去に落胆し、 歩行訓練も中止する。11月14日、急性心不全のため死去。81歳。翌日自宅にて密葬が行われ、12月2日、青山斎場にて奔走。母方の祖母村上ごとが母鶴子名義で買っておいた、家。北村喜八演出。友田京介、山本康江、村瀬幸子、滝橋子出演。 当時世間的には、吉松の方が有名だった。祖師の夫は、各物理学者、高エネルギー物理学研究所名誉教授だった、富江和夫。野口優子、縁地文子人と、文学88ページによると、縁地が書いていた、少女小説とは、厳正な意味での児童文学ではなく、大衆小説少女版とでも呼びたいものだった。ひもじい月日刊行までに書かれたのは、 アジサイ、初花子読み、彩り飛二十六夜の月、紫手柄。戦前を含めて数えると、第十回。翌年一月には上製本が刊行された。なお、あやかしも候補の一つだった。選んだのは、荒正マッと、亀井章一郎、山本健吉。平野健は、あやかしを選んだ。創設以来の谷崎賞選考委員である園地は、 これまでも自作への受賞を主張して反対にあっていた。当該受賞に際して選考委員の武田大順は選票を丸ごと使って選考委員の受賞はあってはならないと非難した。ただし、野間文芸賞や読売文学賞などにいくらでも例があるように選考委員自身がその賞に当選すること自体は珍しいことではない。他の5人は川端康成、 庭文雄、井上康史、松本清張、三島幸夫。ありがとうございます。